ティン終わったの。俺の大きいハイエナ刺さったな。まあそうだ。これやる。オニア。お前らはさ、ストグラを見てさ、面白いと思えないわけじゃん。それは、俺らにセンスがないんだよ。そうか！ヘッドホンに見えたんだ！それだ！今日はない。残念ながら。今日は打ち合わせがあるぐらい。あれ？あれ？デューンは？デューン終わったの？あれ、デューンさっき配信始めたばっかじゃないの？デューンは？終わった？なんで？めっちゃ早くない？あ、デューン終わったんだ。あ、今から帰国なんだ。あ、そっか。俺の大きいハイエナ刺さったな。俺の大きいハイエナ刺さった。大きいハイエナって強すぎない？もう何やってもハイエナになる。大きいハイエナ。何でもいいだろもう。あ、刺さった大きいハイエナ。前捨てしてきたから、前捨てしてきたってか、大きいハイエナしたら前に歩いてきたから刺さった。差し返しハイエナってどういう状況なんだろうな。まあ何でもいけるもん。先行入力か、ハイエナ。いや、まあ、俺がゼータを改革して、ムラッシュぐらい自由にするっていうと、それはオニアがやる。俺の仕事じゃない。それは、あいつがやる仕事だから、俺の仕事じゃない。あいつは、ゼータを変えるって入ってたから。ただ、俺は最近気づいたことがあって、あいつ、口だけだ。うん。ちょっと最近気づいた。あいつ、口だけだ。あいつ、言うだけ言って行動に移さね。最近気づいた、俺。うん。あいつの話は話半分に聞かないといけない。あいつが何々しようぜって、おいいぞって一緒に準備してるふりして、バッて見たら、あいつ何もしなくて、俺一人で一回なんか滝に飛び込みそうになったことがあって、一回。うん。一回滝に飛び込みそうになったことがあって、もうギリギリで気づいて飛び込むのやめたんだけど。じゃああいつはさ、あいつが問題なのは、案件ばっかりやってんのが問題じゃなくて、案件しかやんないのが問題なんだよな。あいつさ、毎日配信してたら、案件あんなコメント欄にならないはずなんだよな。あいつ案件以外の配信しねえから、そりゃ切れるような視聴者も、やっとオニアの配信来たと思ったら案件なんだもん。な、お前配信しろよって毎回言うんだけど、いやーそうなんだよなつってちょっとハマりながら、まあそうなんだよ。これやる。オニアめっちゃ似てない。これオニアの、オニアのこれ多分俺クソ似てる。これまあそうなんだよな。案件って視聴者売る行為だろう。好きだったのにムカついてフォロー切ったわ。別に視聴者売る行為ではねえだろ。まあけど、そのなんか結構まあ場合よりはな、その案件で稼いだ金何に使うのみたいな話ではある気がする。案件で作った金をなんかそれでなんかおもろい企画するんだったら別によくねえと思うんだよ。なんか案件で金稼ぎました、この金稼いだからこれでちょっとなんか配信者呼んでバーベキューでもするわみたいな、だったら全然いいじゃん。うん、外配信の金で使いますみたいな、だったら全然いいと思うんだけど、うん。なんか普通に 100% 財布に入れられるとちょっと嫌だよな。確かに。まあ気持ちはわかる。ああ、そう、俺だったらゲーム作るみたいな。まあ誰も上映ねえけど。そう、俺の場合はね、100% 確実にプロ F に行ってるから安心だぜ。だって俺貯金ねえもん。うん、俺に貯金がないから。マジであいつの配信おもろいんだよな。あいつの案件配信マジで面白いんだよな。ついにあいつはコメントを見るのやめたからな。真横にメガ、さすがにそのメガバンク手出してないです。気まずいです。まあ貯金はないんだけど、一時的に入ることあるよね。そのポッて。だから、ポンと入ってピュン、ポン、ピュン、ポン、ピュンっていうのをずっと繰り返してる、これを。これをもう3年間ぐらい繰り返してる。ピュン。けど確かにさ、あいつ、モコさんすげえ、まあその、崇拝してるわけじゃん。モコさんはさ、何があっても毎日投稿頑張るじゃん。本当にこの動画投稿すげえ頑張るじゃん。うん。まあ、真逆だと思うんだよな。崇拝してない。別に崇拝してない。崇拝すら嘘。で、正反対だよね。ああ、いや、おもろいんだけどな。な。
いや、鬼はおもろいんだよな。あ、モコさん？あ、そうなの？あんま分かんない。俺あんまり配信、人の配信見ないからさ、根本的に。俺あんまなんかゲーム実況とかみんな好きじゃないんだよな、そもそも。俺ゲーム実況好きじゃないんだよ。別になんか楽しいと思ってなくて。だったら自分がゲーム実況したいなっていう感じなんで。あんま分かんなくて。あれだけど、そうなんだ。いやいや、そう。あんま好きじゃない、俺。俺が唯一見るゲーム実況は、黒炭さんのラストだけ。それ以外マジで見ない。あれだけはマジでおもろい。ワイワイさんも見てた。ワイワイさんも見てたけど、今見てんのは黒炭さんだけだね。モコさん見てた時期あったんだけど、ワイワイさんはね、剣闘士やってる辺の時は一番見てた。いや、他は面白くないというか、面白いんだろうけど、その、俺が面白く感じれてない。俺にセンスがない。俺のセンスがなくて、面白く感じれてない。お前らはさ、ストグラを見てさ、面白いと思えないわけじゃん。ストグラ見てどう思う？あれどう思う？面白い？面白くないでしょ？面白くないでしょ？それは、俺らにセンスがないんだよ。うん。俺らにセンスがない。そう。それを面白く感じないなら俺たちにセンスがないからね。だから、そう、俺は多分センスがないんだよ。足りてないんだよ、俺たちに。だから俺はゲーム実況とか面白く見れないのはセンスが足りないんだ。フロータンさんのだけはセンスが足りてるから、見えてるっていう。なんか前流れてきたのが、なんか、麦わらの一味のコスプレしてる人たちが病院に行ってきて、なんか、ネタバレをするみたいな、なんかよくわかんないくだりのやつがあったんだけど、本当に1ミリもわかんなかったんだけど、けどコメント欄とかツイッターのコメントを見ると、めちゃくちゃみんなもうわらわらっておもろいって言ったから、あ、これ俺センスないんだなと思って。そう、足りてないんだなと思って。俺の知識とかセンスが足りてないんだなって。そう、メモリ足りてないわと思って。うん。そう、わかんなかったんだよ。ただ、メモリが足りてないんだからって、叩いちゃダメだよ。うん、叩いちゃダメ。思うのは自由。お前らが思うのは自由。口に出したら、それはもうクソ。うん、思うのはいいから。そう、思ってはいい。口に出したらカス。うん、これだけです。思うのはいいんです。だって俺もそう思ってるから。けど、口に出すのはカス。ケンキは口にしてる。いや、違う、俺は、面白くないって言ってない。俺がセンスないって言ってる。うん。俺は自分のセンスがないって言ってるから。面白くないなんて一言も言ってない。俺が悪い。それを理解できない。俺が悪い。まあそう言ってる、ずっと。物は異様です。同義やん。いや、違う。違うよ、それはお前。それは違うよ。同義じゃない。それは違う。俺には分かんないって言ってる人と、あいつらは思んないって言ってる同義はね、それは違いますよ。全然違いますよ。それは違う。全然ニュアンスが違う。俺はだからミュージカルと劇とかは見ないから分かんないし、例えば美術館に行ってそれを楽しいって思う感性がないから楽しめないけど、美術館に行って楽しむ感性がある人というのはそれについての知識があるから楽しむ感性があると思うんだよね。だからそれと同じだとは思う、やっぱ根本的にはな。うん、俺はそう思う。マジで本当にそう思ってる。実際感性とかっていうのは知識があるかないかだから、でそこに興味を持ってるかどうかによって知識があるかないか変わってくるから、そこにやっぱ数字が集まって、お金がある程度動いてるってことは、間違いなくそれは魅力的なものではあるんだよな。だから興味ない人からしたら何ももんないんだと思うよ。だって、それこそ昨日俺美容の人、美容やってた時にさ、ピッピッピッってやってたお姉さんがさ、俺のカバンに缶バッジついてるからさ、VTuber の缶バッジついてないんだけど、アニメの缶バッジだと勘違いしてたのよ。で、それで、あ、私あれ知ってますって言われて、あれですよねって、五等分の花嫁ですよねって言われたから、あ、そうですよ、つって。そうです。あ、五等分の花嫁好きなんですか？あ、はいっつって。え、どれが一番好きなんですかって言って。私一番左の子が好きですって。ラプラスダウンですが一番好きって言ってた。うん。本当に知らない人ってマジでみじんも興味ねえんだなと思って。クソ適当に話した。いや、五等分の角が消えてんだよ。むちゃくちゃだよな。
いやけどもうええかと。いやけどもなんかその無知な人と会話するときって別に説明しても意味ないじゃん。別にこの人と二度と会うこともないし、だったらもう話合わせた方がいいかなと思って。つってその俺五等分の花火の話してたわ。うん、いや最後まさか何々がなんかするとは思いませんでしたねーってやって、ははつって。いやまあてか知ったかってが多分マジで五等分の花火だったと思ったんじゃない多分だけど、マジでね、五等分の花嫁だと思ったんだと思う。本当に本気で。わかんない。本当にわかんない。だから興味ないんだろ、正直。知ってるだけで。知ってるだけで興味がないんだよ。昨日 DJ しげがスタミのリスナーのお部屋紹介の切り抜きを見てて、その中に一つに PC モニターにしげを映してるやつがいて、それを見たスタミがファンモン加藤だと勘違いしているけど、ああまあそういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。本当そう。わかんねえ。わかんない。興味ないのになんで話しかけてくんの？仕事だからだよ。うん。仕事だから話してんだよ、向こうも。当たり前だろ、お前。仕事じゃなきゃ話せねえよ。うん。向こうは、お客さんにコミュニケーションを取って、ある程度楽しませたっていうのを会社側に示さないといけないんだよ。だから、こっち側も話されたことに対して、向こうの人が困らないように、向こうの人がその後なんか上司になんか言われないように、こっちも楽しそうな雰囲気で話さないといけないんだよ。そう。結果、五等分の花嫁で使ってたら五等分の花嫁ですって言うんだよ。うん、面倒くせえだろ、その時。五等分の花嫁ですか？いや、違くて、これ実はホロライブっていう VTuber で、みたいな。面倒くせえだろ。あと、いや、全部がブルホロライブじゃなくて、一番右は V スポっていう VTuber です。いや、真ん中はね、VTuber でもなくて、一応ね、アイドル絵師っていう、VTuber の絵師をしてる、ママみたいな存在なんですけど、みたいな。うん、面倒くせえだろ。だったら、そうです。どれが一番好きですかって言って。うん。角書きが一番好きって言って、おもろくて。まあ、ちなみに笑いそうに話したけどな。だいぶ笑ってはいけないになってたけど、その瞬間はな、俺角書きが五等分の花嫁になってるって思いながら。多分適当に言ったんだろうな。お姉さん多分目がそもそも良くないんだろうな。おそらくだけど、多分あんま多分目が良くなかったんだろうな。一番だ、一番右の赤に選ぶだってギリ分かんだよな。これ俺のちょっとラインナップ見せろ。このラインナップだったんだよね。これが大体このぐらいの距離になった。まあパー分かんないよ、正直。この感じの距離感だとまあぶっちり分かんないよな。うん、まあ確かになんか五等分の花嫁、まあ見えなくもないかみたいな。うん、ちょっと3人しかいねえしな。うん、あかりんが五等分の花嫁感あんのかなと思ったら視力が悪かったっぽいんだよな。うん、しかもそのお姉さんが結局その角書きを1番から5番の誰に認識してたのかもよく分かんなかったんだよ。あの子可愛いですよねって終わってから。何と認識してたんだろうな。分かんねえ。何女に見えたんだろうな、これ。これ何女に見えたんだろうな。あ、多分あれかな、髪型的にはミクなのかな。ミクに見えたのか、これは。ワンチャン、ワンチャン。ああそうか、ヘッドホンに見えたんだ、それだ。ヘッドホンに見えたんだ俺。そういうことか、ヘッドホンに見えたんだ。多分、あ、分かってきたわ。五等分の花嫁ってさ、最初の一期だけの、本当に最初の一期の序盤だけアニメ見たら、3話4話でもしもアニメを切った場合って、ミクが絶対好きになるように構成されてるんだよね、アニメの物語的に。ミク以外の人を推しにならないんだよね。で、多分そのお姉さんは知ってるけどにわかだから、アニメをちょろっと見てなんか軽く話し合わせられるよぐらいに多分持ってて、知識として。で、この角型のヘッドホンをつけてるからミクだと認識して、あれ五等分の花嫁ですよねっつって、そうで、そうですよって言われて、でその後話し合わせてる中で俺が普通に五等分の花嫁のネタバレしちゃったんだ。そういうことか、角型ヘッドホン。謎が解けた。あ、そうだわ。やば。え、そうだわ。絶対そうじゃん。え、絶対そうじゃん。あ、そういうことだったんだ。角型ヘッドホン出してほしいな。角型ヘッドホン出したら嬉しそうだけどな。出したらいいのに、ホロライブ。うん、これちょっと俺、ちょっと売るわ、このアイディア。ホロライブに。ホロライブに売ります、このアイディア。角型ヘッドホン。ホロライブさんにちょっとこれどうですかって。うん。
猫耳はあるしな。なあ、まあけど 30% ぐらいの確率で昨日の時点で俺のホロライブから出禁になってる可能性あるけどな。うん、そこも含めてちょっと連絡してみるわ。じゃあ出禁になってるかどうかの検証も含めて、うん、検証してみる。どうかどうなってるか。まあけど俺の正義のために俺はやったから、あれは昨日のあれは俺の正義だから、これでダメだったらもうそれはもうご縁がなかったということでっていう、しょうがない、うん、もうしょうがない。これは革命したよな。いやけどそう、昨日はそういうあっさい顔してたね。ちなみにそのお姉さんとの会話の中で、あのお姉さんが話したのあれは多分ね、おそらく愚痴だと思うんだけど、あの VTuber をめちゃくちゃおすすめしてくるお客さんがいるっていう話をしてもらったわ。うん、VTuber めちゃくちゃいいから本当見た方がいいよって、そのすごいおすすめしてもらったんですよね、この間って言われてて、この間めちゃくちゃおすすめしてもらったんですよねって言ってたんだけど、 VTuber ってどんな感じなんですかって言ってたから、あ、この人 VTuber おすすめされたんだけど VTuber 見てないんだなってのが分かったんだ俺。うん、めちゃくちゃ会話下手じゃんと思いながらめっちゃ会話下手じゃんこの人と思いながら普通 VTuber おすすめされたんで見てみたんですけど、何々っていう人知ってますだと分かるんだけど、うん、一人でボケツ掘ってると思って、あ、この人だから表面上の会話しないタイプの人だと思って、だから誰か分かんないけど VTuber すげえいいって言ってたらしいぞ。お前らやめろよな、そんなんか女の人に、うん、TikTok とか見てるタイプの人にその VTuber おすすめすんのやめろよなあ。お前ら急にストグラおすすめされて、これストグラのめちゃくちゃ面白いクリップなんだけどって、ストグラのクリップ見せたらどう思う？知識ないから分かんねえだろ。はってなるだろ。え、何がってなるだろ。お姉さんもそうなるだろ。知識がない人にそのいきなりおすすめしても分かんないから。美術館みたいなもんだから、お前ら美術館行っても楽しめないだろ、ストグラ見ても楽しめないだろ。知識があるから配信会が楽しめるわけじゃん。そういうことなんだよ。そう、美術館楽しめるやろ。美術館楽しめないよ。お前はその美術館楽しんでるっていう風に思ってるお前を楽しんでるだけだろ。楽しめねえよ、わかんねえよ。美術館面白いって言ってるお前に酔ってるだろ。お前らはふざけんな。一体美術館でお前何わかんだ。語ってみろよ。美術館でお前その絵について語ってみろよ。美術史専攻です。美術館楽しんで、それは認めます。それはそうです、うん、それはその通りだと思います。殴らないで、わらわら、ごっこ、わらわら、絵の歴史がおもろいんよ、わら。絵の歴史がおもろいって言ってる人、それはその通りだと思います。うん、そうです。ごめんなさい、わらわら、俺は悪かったです。だからトロちゃんはそもそも育ちがいいから美術館の知識あるやん。だからおもろいんだよ。俺ら見てもわかんねえぜ、その絵が何がすげえのかもう何にもわかんねえ。うん、それだったらお前加藤純一博物館見たらおもろいだろ。俺らはなあ、そっちの方が知識あんだもんでしょ。そういうことなんだよ。だからすまん、さすがに加藤純一博物館行くわできねえかな加藤純一博物館できねえ。なんかね、加藤さんってあと何やるのかなと思った時に、もうあと博物館できるぐらいしかやることないんじゃないかなと思ったんだよ俺。うん、できねえかな、常設で。そう、常設で。あともやることそれぐらいじゃなくない？もう。まあ最悪ポップアップでもいい。加藤純一展ぐらいのやつあってもいいと思うんだけどな、もう。ね、マジで本当そうだな、記念館ぐらいじゃないよな。うん。あとはまあ、そのテーマパークぐらい。まあ、記念博物館できた後に、まあ、テーマパークぐらいかな。グッズってなんかないの？いや、それあるでしょ。ああいうのとか。あ、そういえば、あいつ、息の根止めるハイパーゲーム大会、あいつ行ってたぞ。帰りさ、ちょっとあまりにも疲れて、ちょっとお前コンビニで寝かしてくれって言って、俺、車で寝かしてまったのよ、30分ぐらい。で、寝てた時に結構日差しが強くて、眩しいってなってたのね。え、じゃあ、目隠し使いますっつって、パッて渡してやれて、渡されたのに、これなんですけどって言ったら、加藤さんのうん、目隠し持ってた。いや、マジ、いや、えっ？思って、え、お前行ってたのって言ったら、ああ、行ってましたっつって。ああ、行ってたんだっつって。え、なんだ、配信とかで行ったとか言ってないの？いや、なんかすりよりキモいって言われるかなと思って言ってないですって言われて。うん。
リークしといた。いや、リークしといた。一応俺から。うん。いや、なんか私 VTuber だし、なんかあんまり VTuber とか女がなんかそういうのやったらすりよりキモいじゃないですかって。うん、まあ確かにそうか。うん。って言ってたあいつ。いきなり止めるおもろいぞ、お前ら。お前ら今度。今度行ってきたよ。M1 ムーブしてきたよ。ドゥンドゥンってしてきたよ。ドゥンって、うん。お前ら結構好きなタイプだろ。正直、お前ら今の話聞いてちょっと好きになったろ。ぶっちゃけ。ちょっと好きになったろ。ふーんって、まあまあ好きになるは言い過ぎだけど、ふーんって思ったろ。お前ら。ふーん、はぁ、そうなんだ。ふーんと思ったろ。ふーんって。一目置く。面白い女。リーク界隈、釣りより界隈のケンキさんとは違うな。